さんこんにちは。バレートレーディングディレクターの井野圭司です。このチャンネルでは、バレーに役立つ情報などを、メインで発信しています。今回のテーマは引き上げです。引き上げ、皆さんレッスンなんかでよく何々ちゃんもっと引き上げてとか言われたりしたことありませんかね。ここでふわーってもなんかもっと引き上げてって言われるんですけど、何をっていつも思いません？述語がないじゃない、述語がこの引き上げという言葉に。で、結論から言ってしまうと、引き上げってその教えてる先生によって微妙にそれぞれ定義が違ったりしてて、一定のね、これっていうやつがあんまりないんですよ、実のところ。まあそれはそうですね、術語の何を引き上げるっていうのがないまんま、引き上げっていうのが一人歩きしてるので、つい引き上げって言われるとこうあーってこう胸がって上がっちゃったり、肩が上がっちゃったり、それで肩上がっちゃうと肩下げてって言われたりとか、そういう、こう誤解がいろいろはびこるわけですよ。ということで、今日は、バレエを教えてるトレーナーという視点からと、バレエを教える、バレエ教師という点から、私の考えるですね、引き上げというものを、解剖学的なちょっとね、見地も踏まえてご紹介したいと思います。で、ここに骨盤さんがあります。で、今何もこう筋肉がねこうついてないだけのここにあるこの骨盤ですけれども、この骨盤をですね、見てもらうと、まずここの底のここに足がね、ここにここから足が生えてるんですけれども、ここの底の部分、穴が開いてるんですよ、人間の骨盤って。で、このままだと内臓がここに入っているので、こうズーンってジューンってこう内臓が落ちていってしまうんですね。なのでここにそれが落ちないように筋肉で蓋をしているわけですね。お尻の筋肉とかそういうね蓋をしてあるわけです。で、ここに蓋ができて、で底がここにありますと。で底ができました。でもここに内臓があるんで、このままだと今度はこっちに落ちていってしまうんですよ。なんでそれを防ぐためにここに、腹筋という壁があるわけですね。で後ろに、背骨という柱があって、まあ、上にここにね横隔膜っていう肺を伸び縮みさせて呼吸をさせる筋肉がねここにあるわけなんですけど、確かピラティスとかだとこういうのをなんかパワーハウスとかって表現したり確かしてたと思いますね。ここの底があって、床があって、で壁があって、柱があって、まあ、屋根があると、まあ、これ一つのなんかお家みたいにね例えてパワーハウスみたいな、それをまあ体幹みたいなことを言ったりしてたりするわけです。でですね、で引き上げが、どういうものかというと、ただただお腹をですねこうふわーってやっても、本来だったらここ底がなかったりするので、内臓がねこうふわーって押したらこれが落ちてしまうわけですよ。で皆さん歯磨きのちょっとチューブみたいなものをちょっと想像してほしいんですけど、歯磨きのチューブをこうヒュッてヒュッて押したら、この中身が上と下にこうヒュッて逃げるじゃないですか。でもし、これを同じことをこの骨盤を自分のお腹でやったとしたら、ここの底には、下に行かない蓋があるので、このお腹をふわって押したら内臓、ここにある内臓がこう押されてきますよね。で本来だったら下にもこうザーってクヒュッていきそうな内臓さんがあーって押される中で、こう下に行けないから上に行くよっていう、これが引き上げです。つまり何を引き上げるかというと、お腹を引いて内臓を上げるということです。お腹を引いて、で内臓が上に上がると。でまず引き上げそのものがわからないっていう方はですね、ちょっとこの意識を使ってやってもらえると、少なくともですね、もっとお腹を入れてとか
かいうふうには言われなくなるはずです。え、じゃあ腹筋をやればいいんですかっていうことになると思うんですけれども、普通のね腹筋だとダメなんですよ。あのこういうやつだと、あの手触ってこうやって腹筋してもらえると分かると思うんですけど、これ膨らむんですよ。お腹が膨らんでこう腹筋してしまうので、実はあんまりバレエには向かないんですね。ということで、どういう腹筋をすればいいかというと、このストローをですねちょっと使います。でこのストローを口にくわえて、で自分の息をですねこのストロー越しに思いっきり吐きます。はーってストローをくわえて、でこの息聞こえますかね、聞こえないですか。結構勢いに吐きます。これをで、これを思いっきり息を吐くと、ここのお腹をへこませてる感じ、このお腹をはぁーっていう感じにしないと、この息吐けないんですよ。これをやってあげると、バレエに必要なお腹をへこますっていう感じが、ちょっと分かってくると思います。本当はね、このストローを実際に加えながらとかプレイしたいんですけれども、なかなかねそういうスタジオ少ないと思いますので、あ、ちなみに私バレエスタジオもやってるんですけど、私のスタジオでは、ストローを加えさせて、レッスンしたりします。まあ、それはともかくですね、お家とか例えばただねテレビを見てぼーっとしてこうバーンとしてるぐらいだったら、このストローを加えてちょっとテレビ見ながらでも、もしくは CM に入りましたみたいな時にでもみたいなことをやっといてあげると、バレエに必要な体幹っていうのが少しずつ鍛えられていきますので、皆さんぜひねこのね、ストローをちょっと使ってお腹をって手軽にできますので、やってみてください。何回っていう感じじゃないんですけど、まあとりあえず10回ぐらいやってみて、自分の中がどんな感じになるのかなっていうのをちょっと感じてもらいたいなっていうところですね。少なくとも、まあ、目安としてはプリエ一番最初にやる1番から、はいプリエっていうね、このプリエっていうのが1番2番やって 4番5番みたいなで、最後ポルトブラみたいなことをしているぐらいの時間で、まあ大体2分とか2分半とかあるので、そのぐらいの時間の間はこのお腹をキープできる能力を目安にしておくと、まあとりあえずはお腹は使えてくるんじゃないかなと思います。だから2分ぐらいですかね。始まるのはもちろんもっと短くていいですけど、できる範囲でとにかくちょっとやってみるっていうことです。はい、ということでですね、皆さんちょっと引き上げの概要みたいな、何を引き上げるか、お腹を引いて内臓を上に上げるっていうね、っていうだけのことです。細かいことを言い出すとね、いろいろあるんですよ。引き上げじゃなくて引き伸ばしだろうとか、いろいろあるんですけれども、まずはね、そこがわからないという方、まずその取っかかりとして、ちょっとこういうことをね、やってもらえればと思います。私の方は、ブログとかでも、バレエのための情報などを発信しているので、もしよかったら、ぜひそっちの方もチェックしてみてください。というわけで、皆さん、幸せなバレエライフを